ちゃわてて、こめさて、こんにちは。楽地の幸料理教室をしております藤野幸子です。こちらではシンプルで美味しい簡単にできるお料理、お菓子、パンをご紹介しております。本日はじゃーん、はい、こちらオートミールです。食物繊維たっぷりでね、とてもヘルシーな食材です。こちらを使ってとっても簡単にできるクッキーをね、作っていこうと思います。朝ごはん、そしておやつにもぴったりです。今日の配合は下の概要欄の方に貼っておきますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。ちなみに私はラクチナサチというイタリア料理教室をやっております。そちらではオンラインレッスン、そして対面レッスンもやっておりますので、ご興味ある方はこちらも下の概要欄の方に LINE を貼っておきますので、よかったら登録してください。今スペシャルなプレゼントを差し上げております。それでは早速始めていきます。はい、それでは食材のご紹介です。まずはオートミールですね。今日は富澤商店さんのオートミールを買っています。メーカー違いでね、ちょっと大きさが違ったりしています。はい、今日はこちらです。そしてはい、これは実は牛乳ではないんですね。よいしょ、開けますとヨーグルトが入っています。このヨーグルト、カスピカヨーグルトで、もうかれこれなんと30年間生きています。普通のヨーグルトでね、もちろん大丈夫ですが、その場合は無糖を用意してください。そしてこちらのカスピカヨーグルトの作り方を知りたいなっていう方は、大昔に動画を撮っていますので、そちらをご覧ください。こちらも概要欄の方に貼っておきますね。ちょっと甘くしたいので、今日はヘルシーに蜂蜜を使っています。ちょっと固まっていますね、かなり。はい、普通のね、とろっとしたものでも大丈夫です。はい、こんな感じでちょっと私のは固まっています。そして今日はこのごまもね、入れて香ばしく、そしてね、香りのいいクッキーに仕上げていこうと思います。こちらね、このごまはですね、入れても入れなくてもいいです。他にもチョコレートとかナッツとか好きなものを入れてください。それでは始めます。このクッキーね、普段は実は計量しないでね、もう適当な分量でね、作っているんですけども、今日はね、ちょっと分かりやすいように私も測ってみようと思います。ちなみにこれはタニタのスケールです。とってもね、細かく測れておすすめです。ではまずはオートミール、こんな感じで適当にいつも作ってます。明日も食べたいので少しだけ多めにします。今日は 50g 入れました。そしてヨーグルトなんですけど、こちらは実は少しずつ入れて硬さをね、調節していきます。よっ、たらたら、今 15g 入りました。そしてちょっと混ぜてみますね。ちょうどお団子になるくらいがいいかなと思います。もう少し入れます。いっぺんに入れないでね、少しずつ入れるようにしてください。はい、さらに混ぜていきます。もう少し入れますね。全部で 40g 入りました。ちょうどいい感じですね。こんな感じでちょっと固まる感じです。甘くしたいので大さじとりあえず2ぐらい、これはね、お好みで量をね、変えてもらって大丈夫です。お砂糖でもいいですね。今日は蜂蜜ですけど、普
通にお砂糖を入れてもらっても大丈夫です。どうでしょうか。ちょっとここでこのまま食べても大丈夫なので味見をしてみます。いいよ、うん、このままでも美味しい。ちょっとここで塩を入れていきます。塩を入れると甘さが引き立ってさらに美味しくなります。この一つまみの、ね、塩がとってもいい仕事をしてくれるんですよね。蜂蜜は終わります。さあこれでねもう焼いちゃってもいいんですけど、ここで好きな具材を入れてください。今日は白ごまを入れてみたいと思います。でもこれ例えばチョコですとかナッツとかいろんな好きなもので OK ですよ。入れなくても大丈夫です。では今日は大さじやっぱり1ぐらいにしましょうね。入れていきます。もっと入れたい人はもっと入れてもらっても OK です。生地はこんな感じです。でそしたらお水を用意してください。これね手にねちょっと水をつけてね、そしてぐるぐる形よく作ると生地が手にくっつかなくてすごいやりやすくなります。はい、こちらはクッキングシートですね。これすごい、もう20年30年近く使ってるんですよ。本当は元は白でした。はい、ではやっていきます。手にお水をつけてピュッピュッピュッ、そして好きな大きさにちぎっていきます。ぐるぐる丸めてちょんちょん、このぐらいにしますかね。一口大にします。並べていきます。だいたい2センチぐらいの大きさのボウルに丸めます。潰します。これは今日はこのぐらいの大きさなんですけど、もっと大きくしたい人はもうちょっと大きめに作っていただいてもいいですよ。すごい簡単ですね。でまたくっつきそうになったら手に水をつけてさらにやっていってください。ではこのまま焼きます。お、ちょっと待って、今日は白ごまがちょっと残ってます。白ごまをちょっと見えなかったですね。ちょっとさらに増量して香ばしくしようかなと思います。しっかりつくように少し押して押さえてあげましょうね。てん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 。はい、それでは予熱したオーブンね入れていきます。180度です。ちょっと様子を見ながら入れていきますけども、それでは行ってきます。はい、焼き上がりました。ちょっと今日はねしっかりと焼いてみました。こんな感じです。それでは盛り付けます。ペーパーを乗せて、はい、今日の朝ごはんです。はい、完成しました。ごまのいい香りがしております。はい、それではちょっと試食してみたいと思います。いただきます。お、いただきます。美味しいです、うん、ちょっとね香ばしくね焼くのがねちょっと私的にはいいかなと思います。うん、すごく簡単でね美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。今日はヨーグルトをね使っていますけれども、このヨーグルトの入れる量はヨーグルトの硬さによってねちょっと変わってくると思いますのでね、その辺はちょっとね調節してみてください。はい、ということで今日はオートミールとヨーグルトのとても簡単でヘルシーなクッキーをご紹介しました。この他にもねいろんなレシピねこちらでご紹介してますので、よかったらチャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。それではまた次のチャンネルでお待ちしてますね。インスタグラムも毎日更新してますので、よかったらチェックしてください。チャオアトゥッティ。今日はどうもありがとう。